やっほー。こんにちは。やばい。ぼさぼさ。初見、カズさんありがとうございます。髪切ってないですよ。お昼ご飯今食べました。じゃあ今日のお昼ご飯は何でしょう。あ、ちなみに昨日メールで言ってたお昼ご飯は、なんだっけ、なんか肉が、豚肉が乗ったサラダと、何食べたっけ、あ、お味噌汁みたいなやつと、ゆで卵が正解。寝起きじゃないけど、なんか今日の朝起きたら寝癖がひどすぎて、一回シャワーを浴びたんですよ。で、しかも髪今乾かした。もうユラはこんなに、なんかもうすっぴんでも配信ができるようになってしまった自分がちょっと。もう起きましたって顔して。確かに今日あんまりというか人と喋ってないから。今日初めて池田ちゃんと話、待ってます、楽しみ。そう、あ 今日お話し会なんですよ今から。ゆらはメイクをして行こうかなと思ったんですけれども、でも会場に着いてからいやめっちゃ時間あるんですよ今日。だから会場着いてからにしようと思って、しません していきません、メイクは向こうでします。でもそうしたらね、荷物が多くなるんですよ。だからめっちゃそれが嫌なんです。どうしようかな。今この配信で横でメイクするかもしないか。そう、今日はあれなんですよ。再放送。タワー？ タワー？まさぴょんさん、タワーありがとう。何のタワーだろうこれは。 何のタワーだろう。ありがとう。びっくり。何のタワーですかねこれ。ありがとうございます。こんな急にタワーが来るなんて。かいかいさん、花束、ピーマンさん、ハート水色、ハート、むっちゃんさん、花びら10個、 JT さん、ハートいっぱいありがとう。水色、めっかねなささん、花びらいっぱいありがとう。ハートもいっぱいありがとう。水色、むっちゃんさんも水色ハートいっぱいありがとう。赤いマフラーさん、花びらありがとう。ふうくんさん、青ハートありがとう。まさぴょんさん、青ハートいっぱいありがとう。いでひろきさん、青ハートありがとう。タワー？何タワー？本当に。ありがとう。ありがとうだけど、ありがとう。こんなちゃんとしてない状態なのに。ありがとうございます。STU48 のフィーチャー、
何それ。皆さん今日は8時ですよ。夜8時からあるので見てください。さっき録画してたわね、最後見たかな。ありがとうございます。ちなみにね、私の妹はまだ寝てますよ、この時間でも。やばいよね。第3回やっと全部見た。今日だけはショールームが石球祭り。あ、そうなんだ。あ、そのタワーってこと。ありがとうございます。そうなんですね。やばい、ちょっと本当にさ、どうしよう。でもメイクしたらなんかさ、喋れんくなるよ。こっちでやるからコメントとかが見れんくなるんだ。皆さんお話し会よろしくお願いします。今日はこの服です。今日は最近買って一番お気に入りって思った服にしました。あれだよ、みんなさん、あのなんだ、あ、そう、今日8時から再放送あるので見てください。8時か、前はさ12時から、夜中の12時から3時までだったから、あのあんまり見れなかったっていう人いるかもしれないけど、今回はもうめちゃめちゃ一番なんなら見れる時間だと思う、8時から。なのでぜひ見てください。ツーショット、マジでちょっと皆さん、あの勘違いしないでください。あのこの状態でツーショットいかないから大丈夫です。こんなボッサボサのすっぴんでいかないから大丈夫。安心してください皆さん、こんなボサボサではさすがにないので、ちゃんと整えてるんでね。もっと顎ね、シュッてなりたいですね。もうシューンって、もう新幹線って。逆にこの状態でお話ししたい。うっそ、そんなこと言ったらもうゆらメイクしなくなるよ。もう何もしなくなるよゆら。もうん、そう、ゴールデンタイムってなんて言ったらいいの、めちゃめちゃ見やすい時間だからいいと思います。見てください、ぜひ。なんでこっちの肉がすごいんですけど、明日はシャレオで、あの葵さんとねあるので、そちらもぜひぜひ。お話し会って再放送の時間少しかぶってる。本当？そうなんだ。お、シャリは行きますって待っております。そう、昨日も練習したんでね。
8、9、10。お、待ってます。1000回。シャレを行く人が羨ましい。その練習したので、昨日もでもちょっとあのちゃんともう一回確認しないとなって感じ。まあでも楽しい感じになればなと思います。整理券9時から。9時からみんな取るんですか。やばい、なんか緊張するんですけど。そんな緊張するしてきたよ。ツーショット初めての人結構いますね。楽しみです、楽しみです。めっちゃ工事の音聞こえるくない、これ。ショールームでも入っとんかな、聞こえるん、これ。なんかはじめましてって方今日なんか多くない？気のせい？ねえ、トントン聞こえる。めっちゃ聞こえるじゃん。めちゃめちゃ工事する頑張ってらっしゃるね。あ、ファイナリストライブの時のうちは見せるって。なんかね、1列目のめちゃめちゃドセンターぐらいのところに、あのユラっていううちわをボンって置いてる方がいて、でもその方はユラ正直ちょっとあのまだその方覚えてなくて、はい、どなたなんだろうってすごい思いながら見てたんですけど、始まりの歌はメイクス、もう始まりの歌でもあれ一回披露したじゃないですか。でもこっからまたもっと上達できるように、もしかして自分かも、本当？なんかそう、真ん中の椅子のところにボンユラって置いてる方がいて、あ、え、ユラのファンの方なんだと思って、もう顔をで、パッて見て、あの、あ、何々さんってちょっとあれだったから、でももしかしたら今日のお話し会でさ、あれかもしれんや。最後の列、いやでも最後の列っていうのも、まあ見る人からしたら、あ、最後の列だったってなるかもしれないけど、なんかユラは個人的なあれとしてはなんかあれですよ、やっぱり後ろまでファンの方がいてくれたら嬉しいですよ。前から後ろまで全部ファンの方がいてくれてるっていうのが嬉しいです。それ、うん、それ結構嬉しい。だからだって逆にさ、前列だけ埋まっててさ、後列全然埋まってない、まあ、公演、普通の公演とかでもそうだから、うん、あ、
15分ありがとうございます。そう言ってもらえると、そう、え、そうだからね、本当にもう会場が後ろの列までいてくださるっていうのは本当に何だろう、嬉しいです。そう、なんか工事の音すごいね、本当に。いや本当に、しかも結構なんかこうやってやって手振ったりしてるから、一番後ろの方とかに手振ってもなんか青白の人とかに手振ったらなんか結構通じて、なんかこう手こうやったらゆらがなんか向こうの方も普通こうだったんだけど、こうあの振り返してくれたりとかあったから、あ、見えてると思って、そう、嬉しかった。うん、いっぱいありがとうございます。皆さんギフトたくさんありがとうございます。私は15分になったら終わります。支度をしていきます。メイクはしないけど向こうでするから、荷物を持っていく準備をしてやりたいと思います。コロ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 、なんか最近気のせいじゃないと思うんですけど、気のせいじゃないと思うんですけど、最近めっちゃ虫多くないですか？何この顔？めっちゃ最近虫多くない？夕日を見ているか、なんかもうさ、夕日を見ているかをさ、え、思った？みんなも夕日を見ているか聞いたらさ、ファイナリストライブを思い出すようになった。もうほんまになんかもう夕日を見ているかの曲はなんかもう自分の中で結構なんかいっぱい思い出の曲あるけど、その中でも特に思い出みたいな曲になったかもしれない、ゆらの中で。多分ゆらのこと知らない人はさ、だって僕の太陽公園にゆらが2期生で出てるとか多分知らないじゃん。だからさ、なんで急に夕日で泣いたのって多分思われたと思うけどね。そう、今後も公演とかあったらちょっとあの、まあ、夕日聞いただけでちょっと思い出すから。犬も鳴いてます。多分工事の音で鳴いてますね。午前中も録画してないと突然泣き出したから何が起きたかと思う。ねえ、なるよね、そうやって知らない人は。
車両頑張ります。スケモンさんバラありがとう。あ、みんな読んでなかったギフトありがとうございます。ありがとうございます。2期生が僕隊、え、そうだって、なんなら僕隊じゃなかったかもしれないですからね、あれ投票で決まったから。あれ投票ですよね。まああと何日後かにね、僕の太陽公演もまたあるので、多分いや 2月以降多分出てないので、舞台多分久々感がすごい。ぜひぜひ。よし、カラオケ配信しませんか。カラオケ配信全然してないからね最近。奈々さん散歩地、え、そうなんですか。すごい。そう、奈々さんが、奈々さんと一緒の僕隊の公演ユラも出れるっていうことで嬉しいです。嬉しいけど緊張する。楽しみ。嬉しいんですよ。めっちゃ嬉しい本当に。え、しかもなんか僕隊で出れるのも嬉しいし、なんかもう会えるっていうのが嬉しい。なんか会えることが嬉しい。なんかもう、うん、よし終わろうかな。終わります。そろそろ、うん、まさぺんさん、あのタワー書くのでちょっと待っててください。ありがとうございます。ではみんなお話し会よろしくお願いします。今日はメールも送ります。なんか1日4月になってから結構メール送ろうと思ったんだけど、本当に時間がなくって、もうレッスン終わったらもう、あ、メールもう送れないやとか、なんかレッスンの5分休憩とかに送ろうと思ったんだけど、その間になんかいろいろ確認とかしてたらさ送れなくて、すみません本当に。では皆さんお話し会で会いましょう。あのお話し会今日は行けないよっていう方は、あの今日の夜の8時からねファイナリストライブ再放送あるので、そちらも見てください。お話し会来てくださる方も見てください。
司会よろしくお願いします。ファイナリストライブ再放送もぜひというか絶対見てください。ぜひというか絶対です。皆さん OK ですか？絶対見てください。お願いします。本当に。ということでランキング見ます。13位イレブンさん、12位ヨシさん、11位原田さん、10位のりさん、9位スーさん、8位むっちゃんさん、7位まゆたんさん、6位そらさん、5位もひかないなそうさん、4位ゆめの4位ゆめのちゃん、3位赤いマフラーさん、2位つとむさん、そして1位はドゥルルッドン、まさぴょんさん、ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もまさぴょんさんはいけてるよ、ありがとうございます。すいません、まさぴょんさんタワーくださったのにちょっと今かけなくて、ありがとうございました。絶対書くので待っててください。では終わります。ありがとうございました。ではこの後お話し会お願いします。バイバーイ。ありがとう、ありがとう、バイバーイ。